F マリノスを叩いて大きな勝ち点3を手にしました。今選手にはロッカールームでどんな声をかけたんですか？いやもう本当に、最後までよく戦ったし走ったなって、声かけました。前半から監督が拍手を送るシーン多く見られました。今日の90分はどのようにご覧になってたんでしょう？そうですね、前半に関しては自分たちが狙ってたことっていうのがかなり出たので、そんな中得点も取れましたし非常に良かったと思います。で後半相手もパワー上げてくるなっていうのは想定したので、そこをよく、最後まで、苦しい中耐えしのいでくれたなと思います。はい、その後半ですが、相手が圧を高めてくる中で神戸アクシデントが続いてしまって、こうバタバタと交代カードを切る形になりました。ただクリーンシートです。この辺りの評価いかがでしょう？まあ本当全員で、戦ったっていうことだと思います。はい、今日スタート左に武藤選手、右に井野選手を持ってきてのスタートになりました。どのような狙いがあったんですか？守備のところの寄せるスピードだったり、あとは出ていくところ、背後を狙うところっていうのを、意識してもらってやってもらいました。はい、試合前に今日は佐古は決めますよと、大事な試合で決めますと監督おっしゃってましたが、あのプレッシャーのかかるシーンで決めてくれましたね。いや本当頼もしいです。はい、存在感やはり抜群ですね。いや大阪半端ないですね。はい、首位 F マリノスを叩いて勝ち点4差で残り5試合です。どうでしょう、優勝の2文字だいぶくっきりと監督の中で見えてきてますか？まあもちろん自然とそこは意識していくとは思うんですけど、まずは自分たちが目の前の試合勝っていかないと話にならないので、しっかり3週間のレストあるのでしっかり休んで、また今日のような、テンションに持っていけるように、頑張っていきたいと思います。そして心配なのが初瀬選手、脳震盪の疑いで交代という形になりました。今の言える状況でどんな状況か教えていただけますか？今ちょっと僕が何かを言えるっていうことはないんですけど、ちょっと様子見てかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。